こんにちは、カウンセラーの山本恵美です。今日は、最近さ、ほら、あのジャニーズさんの性被害、ちょっと笑えない話だけどね、その話をちょっとしようかなと思います。子供の性被害の話はすごく、まあ、普通のカウンセリングのイナチャイルドでもありまして、まあ、思って、皆さんが、が思っているよりも数はすごく多いです。実際こう、覚えてないとか、これはそんな大したことじゃないと思う文化や状況になっているので、皆さんなんか自分で言っていてなんとなく覚えていないとか、あったようであっていないことになっているみたいなことはあります。ただし、ないことにしちゃうとまたちょっとそれも違くて、やっぱりね、会って傷ついたっていうことをね、きちんとその人に謝ってもらう、もらわないは別として、それだけ自分はそのことに対して傷ついているんだということを気づく必要があります。なので、今行われているね、まあ、あの表に出ていく作業っていうのは、実はあの、とても大切な、癒しの作業でもあったりとかはします。そうですね。で、結局その、まあ、皆さんそんなね、あの昔のことであったりとかするし、子供の時のことであったりするんで、ちょっと記憶が曖昧だったりとかするということと、やっぱりあまりにも小さい時に行われてることが多いんですよ。なので、基本は親とかには言えない状況になっていることが多いと。そうですね。だからあの逆に言えば、親があの性的にこういうとこ触る、プライベートゾーンというのがあって、こういうところを他人に触られて嫌だなと思ったらすぐ行ってねみたいな感じで言っておけばいいんですけど、まあ、そういう教育がなかった時代の話ですから、まあ、あとそういうことが起こってしまった時に逃げ場がないし、基本、まあ、1回であそこも終わっていないんですけど、何度も何度も繰り返してしまうということがあります。もう一つあるのがですね、子育て、今私もそのいろいろ考えて、ワンダーチャイルドのねお話とか考えてるんですけど、もう一つすごくあるなって思うことの一つに、やはりね、親はね、小さな天才とかにしたい方が多い。どうしてもそのジャニーズ事務所の魅力って何かっていうと、若い時に一芸秀でていて、そこで人気者になるじゃないけれども、やっぱりあれだよね、小さい天才みたいな、才能を生かすみたいなさ、そういうことに弱いんですよ。うちの子の才能を生かす、そのことに対しては何の疑いもみんなない方が多い。だからなんていうのかな、やっぱり早熟な方がいいと、一番になった方がいい、早く成功した方がいいというのはどうしてもあります。あので、子供の時に実は大切なことって、毎日ちゃんと学校に普通に行けるとか、ちゃんと寝れるとか、ご飯が食べれるとか、家族でね、そういうことだったりするんですよ。申し訳ないんだけど、なんだけど親はすぐにその賞を取って成功してほしいとか、なんか一芸で成功してほしいとか、もちろん勉強もそうだし、そういったものもあります。だからジャニーズ事務所自体のその青たがりみたいな、若い時の才能を買っていくみたいなあのことって、実は親も望んでることなんだよ。でも考えてみて、子供が15の時とか13歳の時からさ、朝から晩まで働かなきゃいけないとか、成功しなきゃいけないとか、これやんないと人気者になれないとか、私は例えばその
ジャニーズ事務所の場合はジャニーさん性行為をしなければ成功できないけど、他のことだとしても、普通に学校行かなくてもとかね、それでそれをしないことによって成功できないということのリスクや、なんて言えばいいんだろうな、リスクもそうだし、犠牲になるものっていうものは多い気がするんだよね。なんか好きなことを仕事にしようとかさ、そういう考え方がすごく多い時代だから、私もそれはすごくよくわかるんだけれども、結構危険ですよね、その考え方。うちの娘がね、8歳か9歳かの時にとか、ちっちゃい頃から下の子っていうのもすごくスポーツ万能だったんです。今はあれですけど、でちっちゃい頃ってそのなんかこの特別クラスに入りませんかみたいなのをすごく誘われるんですよ。そのね、で水泳もそうだったし、多分ダンスもそうだったと思うんだよね。でもうちさ、本当うち旦那、私のワンオペで、その時車も運転しなかったから、まあ車も運転してたとしても7時とかにさ、習い事の送り迎えとかをするっていうことが私にとってはちょっとありえないことだね。7時9時とかでさ、10歳とか8歳の子をさ、そんなさ2時間も泳がせるとかさ、なんかそんな肉体労働させなきゃ生きていけない人生ってちょっときついじゃないですか。いやもうちょっと楽に、いやそのもちろんね、その子の才能とかその子がすごい好きならわかるけど、子供って申し訳ないけどそんな判断ないんですよ。子供はね、好きな嫌いかなんて親が言ってることぐらいしか、好きか嫌いかなんて最初ないです。もちろんそれでも好きっていう人もいると思う。でもね、それでも好きだったらね、私みたいに親が反対しても海外行くとか、超貧乏でも留学するとかね、します。だから基本はやっぱね、親が望んでることが多いんだよね、そういうのって。だからこそ親が冷静な判断をするべきだと思う。だからさ、子供のせいだけじゃないんだよ。親がジャニーズだったらいいよ、夜遅くまで、人に泊まっても、だって有名になれるかもしれないもんね。で13歳の子供を芸能事務所だから、有名なところだから勝手に泊まってもいいよってさ、何食べてるかも分かんない、その年にどんなことがあったか分かんないみたいな毎日の、その子供が成功するためにそこまでの人生を、普通の家族としての人生をね、そんなさ、もうあれだよ、ブラジルとかでもう食べれませんみたいなさ、まあ、そういうさ、サッカー選手とかさ、そこまでやんないといけ、それしかないですっていう世界のことをさ、普通の、多分すごく普通の、その食べるところがないとか、親がさ、いるじゃない、親がネグレクトとかさ、親がもうなんかアル中でとか、そういう子だったらね、わかるの。でも違うの、ちゃんとした親の子たちがね、そこにね、寝泊まりをしていたんだよね。13で、やっぱり中学生だから本当は外に遊びに行っちゃいけない。そうだよ、だって中学生だから嫌だとは言えないから、高校生とか大人になってくるとだんだん嫌だって言うから止まらないんだよね、それと。だからね、自分の判断がまだない時に未成年という、親が有名になるためにとか、何かで成功してもらいたいからということで、一番大切な時期に一番大切なものを失うと思ってます。それはただ単に一緒に毎日ご飯を食べることであったりとか、毎日朝起きて学校に行くことであったりとかするんですよ。だからね、それを忘れてる親とか、やっぱそれは大切なことだと思っている、日本の文化、まあ日本っていう言い方しちゃいけないけど、日本はさ、やっぱその若い子のアイドルってすごく多いから、イタリアはさあんまりないんだよね。日本の文化とか、まあ、イタリアの、そういうその未成年の子たちがそこまでして有名にならなきゃ人生がやっていけないみたいな文化とか、そこまでしてほしいものなのではないということを気づかないといけませんね。なんか
私のね友達もねなんかねジャニーズが好きだったんだよね。で娘さんと遊びに行っててよくあのファンクラブ文化だからファンクラブに入ってさあのファンクラブビジネスっていうのかな行くんだけれども息子さんをさかっこいいのすごい本当にイケメンで背も高くてスラッとしてジャニーズに入れようかなっ って何回か写真撮ったらさもう泣き始めたって言ってさだからもうやっぱり やめたわみたいななんかジャニーズのいやこうよかったよ今思えばよかったよ俺、ね、息子さん先見の目があってみたいな人にさらされることが嫌だったっていう言い方をしていたけれどもでもさやっぱ親の元を離れてさ生活しなきゃいけないなんてそんなそこまでしなきゃいけないさ人生も親もね経済能力とかでもないのにそこまでする必要ないのよそこまでして成功する必要ないのそこをね見間違えてると思います。はいはいはい。ということで今日もご視聴ありがとうございました。はい。私も子育て頑張っております。皆さん頑張りましょう。